はい、ミンゴルファー雪村です。今日は3月の3日土曜日ですね、ひな祭りの日ですね、ランキングトーナメントのこれは昨日の様子を、ちょっとご覧いただきたいと思います。実はですね、昨日フレンドのアミさんとたまたまですね、合流できました。で、アミさん見つけたんで、頑張らなきゃなということで、昨日、挑戦したっていうのがこのプレーなんですけども、まあ、結局ですね、レーサースーツに戻しての門松とジョーカーボールということで、今最近やっております。前回の動画で、まあ、3000円切りをするのは6万6000から6万7000っていう風に予想しましたけども、大外れでしたね。ほんとすいません。参考にしていただいた方見えると思うんですけども、全然ダメでしたね。もう思いのほかボーナスポイント伸びてってますね。まあこれはチェッカーフラッグクラブだけではなく、まあ皆さんが上手くなってってるということだと思うんですけども、まあ今の現状ですと、まあ土曜日の今午前中なんですけど、おそらく3000位切りというのは15アンダーの、まあボーナスポイント6万9000から7万ぐらいのボーナスポイントじゃないかなと思われます。ので、6万9000ギリギリとかですと、まあ、ちょっと危ないかなと思いまして、まあ、ボーナスポイント取ってこうというふうに私ちょっと思ってたんですけど、私がですね、1回2万3000のボーナスポイント以上を3回取るというのは、まあ、木曜日の段階でちょっと思ったんですけど、木、金、土の3日間で、まあ、不可能かなと思いました。私、ボーナスポイント最大でセッティングしても 20.5% なんですが、20.5% だとですね、とてもじゃないですけども、戦えるような、ギア及び上ではないんですよね。まあ、そういうことを考えると、もう、16アンダーに伸ばすしか、策はないということに至りまして、まあ、昨日からずっとですね、チップイン。を狙ってひたすらプレイをしているということなんですね。まあだいたい今週1週間で25回ぐらい昨日まででやりましたかね。まああと土日でやっても10回ぐらいだと思いますんで、まあそこでチップインが出れば3000円切り、入らなければ下手したら1万も切れないっていうような状態になるというのが、まあ今週のトーナメントの結果ですね。まあこれが、まあ来週以降もやっぱチェッカーフラッグクラブの影響も出てくるということで、同じような状況がまあ起きるようでしたら、私の目標値も下げていくっていう必要はあるのかもしれないなと思いますね。あくまでもですね、私の持っているギア及びスペックで物理的に取れる、要はチップインとかそういったまぐれが起きない状態で物理的に取れるランキングを目指すっていうのが私の目標にしていますんで、まあ、まぐれがない限りっていうのは、まあちょっと、私の中では、想定してはいけないかなっていうつもりで、まあこのランキングトーナメントに参加しているんですけどね。そういえばあれでしたね。来週のトーナメントのお知らせが入ってましたね。来週はアクロポリス旋風チャレンジという、まあ、名前で、開催されるようですね。まあ、アクロポリスで、戦うということなんですけども、風がですね、強いということだそうです。強風が吹き荒れるっていうことで書いてありますので、まあ、アクロポリスのプロのコースの風の強さよりも強い風が吹くんじゃないかなっていうふうになんとなく思ってます。ので、一人でゴルフで練習ができるかできないかもちょっとよくわからないんですけども、まあ、強風の中、難しいアクロポリスをですね、まあ、挑戦していかなきゃいけないということで、すごく楽しみなんですよね。はい、ということだそうです。いつもと違うアクロポリスレガシーで上位を目指しましょうというふうに書いてありますんでね。まあ、おそらくいつもと違うというのは、プロのコースでも体感できないような風の強さが吹くんじゃないかなというふうに思われます。はい、ということで最後のホール。アミさんが最後のホールで、イーグルを取れなかったということでしょうかね。4アンダーということでしたね。はい、お疲れ様でした。
アミさんありがとう。アミありがとうっていう名前がいいですよね。はい、ということで、1位で終了することはできましたが、ボーナスポイントは伸びていませんよね。はい、お疲れちゃんでーす。コメントの方で、名投資さん、スペクターさんと呼んだ方がいいですかね。スペクターさんからですね、コメントをいただきました。まあ、5アンダーでも、2万4000ボーナスポイントは取っていける可能性はあるということです。確かにそうですよね。まあ、私の、まあ、ボーナスポイントで、私の技術で取れるかどうかは、まあ、別としても、まあ、しっかりとジャストインパクトして、ニアピン、そしてですね、ベストドライブ、まあ、そういったものをしっかりと取っていけば、2万4000ボーナスポイントは可能だと。まあ、それを3回やることで7万ボーナスポイント超えというのは確かに可能だなと思いますけども、まあ、2万4000は難しいにしても2万3000ですらですね、さすがにですね、ほとんどのものを取っていかないといけないっていうことになりますもんね。ボーナスポイントブーストが 30% ぐらいまでですね、ついていれば、まあ、それもひょっとしたら伸ばしていけるのかなと思うんですけど、さすがに私の今の状態で2万3000ボーナスポイントは相当回数こなすか、相当一緒に回ってる方がっていう、まあ、ことになっちゃいますもんね。ので、まあ、かなか私の中で難しいんですけどね。ので、やっぱり7万ボーナスポイントぐらいですね、伸ばしてる方で、チェッカーフラッグクラブを使っていない方となると、やっぱり、まあ、相当上手い方ということですよね。ちょっと本当に私もそういったプレーを本当は見てですね、あやからなきゃいけないかなと思うんですけどもね。はい、ということで、あと残り2日間ですね、チップインを目指してランキングトーナメントに参加していきたいと思います。皆さんも楽しんでランキングトーナメントに参加していってください。ご視聴ありがとうございました。雪村でした。